皆さん、どうもこんにちは。ペリアルです。さて、今週も、異世界迷宮でハーレムを、の感想を語っていきます。まず結論から言うと、今回は、前回と同じく、おとなしめの回ではありましたが、来週以降からの展開の期待が高まる回でしたね。今回は、前回のラストで盗賊を討伐して、報奨金を得ることにした道夫が、偵察に行くシーンからです。スラム街の様子や盗賊の様子を伺いつつ、作戦を考えます。ここの偵察で夜の街を通る際に、多くの誘惑が道を襲います。個人的に、このシーンだけでも、グッとくるものがありましたが、ここを耐えると、ロクサーヌちゃんをゲットできると考えた道夫は、週末のハーレムのデートみたいな顔で、なんとかやり過ごします。そして、作戦前夜、モチベーションアップのため、イメージトレーニングに励む道夫。しかし、戦闘でなく、ロクサーヌちゃんのことを想像してました。うん、まあモチベなら、そっちの方が上がるからしょうがないね。非常に素晴らしいイメージでした。そのイメージトレーニングから目が覚めた道夫は、早速、盗賊の討伐に向かいます。ここでの戦闘シーンも、痛そうな描写が、結構がっつり描かれているので、苦手な人は要注意です。しかし、道夫、いくら異世界に来たとはいえ、引きこもりとは思えない行動力です。どこぞのスバルくんのようです。そして、うまいこと盗賊を討伐して、報奨金を得た道夫は、商人の元へ行き、めでたく、ロクサーヌちゃんと契約を交わします。ついにロクサーヌをゲットだぜ、というところで、今週は終了です。今回は、前回に、引き続き、描写的におとなしめの回でしたが、ついに、次回から、ロクサーヌちゃんとの生活が始まります。道夫としても、かなりじらされたと思いますが、視聴者の我々としても、前回と今回、かなりじらされています。そこも含めたスタッフさんの演出であると考えておきましょう。コミックス通りなら、次回も早速というわけでなく、おそらく、前半は、買い物パートなどがあって、後半でようやくといったところだと思いますが、公開されている次回予告でも可愛いロクサーヌちゃんの映像が満載なので、じらされた分とても楽しめそうです。地上波でも流れるアニメなので、どこまで描写してくれるかはわかりませんが、1話や今回の作画から非常に期待できそうな感じはしていますので、非常に楽しみですね。それではご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いいたしましょう。